ヤン二セイカジミエシュバーザは、バーサケ出身のポーランドリトアニア共和国の国王。ジグムント3世の4男、母は、その2番目の日コンスタンツェフォンエスターライヒ。ブワディスワフ4世のイボテイ。シロンスクの小国オポーレ公国の統治者でもあり、1660年までは、名目のみのスウェーデン王を称していた。その知性は、共和国の没落を決定づけた。 大洪水時代と呼ばれる時期にあたり、北のスウェーデン、東のロシア、南のトランシルバニア、西のブランデンブルクが次々に共和国に侵入して国土の大半を荒廃させ、国内貴族たちの一部も侵略者に協力していた。1667年の最終的な解決までに北部の報道プロイセン公国ロシアの支援を受けた東南部の ウクライナコサック国家の自立を認めることになり、侵略者たちの領土的要求をのみ、長期にわたる戦乱で中央財政が回復不可能なまでに打撃を受けた、結果、共和国は大国の地位から転落することになった。父は血統上の権利からスウェーデン王与も継承していたが、1599年にその王子で同国の摂政で事実上の統治者だった。 カール九世に配位された。このことは、スウェーデン王家であるバーサケ出身のポーランド王たちが長期にわたってスウェーデン王位を要求する事態を生み、1600年から1629年まで断続的に続くスウェーデン・ポーランド戦争につながった。ポーランドとスウェーデンは宗教上の相違から30年戦争でも反対の陣営に加わったが、ポーランドが 本格的な参戦を避けたために両国がこれを機会として戦うことはなかった。ヤンカ・アジュミエ氏は生涯の半分以上を兄のブアディスワフ四世の陰に隠れて過ごした。彼は貴族仲間の間に友人がほとんどいなかったが、それは彼が母親の出身国オーストリアの文化に憧れを抱き、ポーランドのサルマキズム文化を無視、軽視していたことが原因だった。 人望がなく、秘密主義で、贅沢なパーティーや、宗教的な瞑想に時間を費やし、政治を嫌う。彼は、ポーランド宮廷に強い勢力地盤も影響力も、気づくことはできなかった。一方で1633年にロシアと戦った、スモレンスク戦争では、優れた軍事的才能を示した。兄はヤンを、また10枚のスウェーデン城をクリスティーナ、あるいは、 イタリアの王女と結婚させて、ポーランド宮廷に一定の居場所を与えてやろうとしたが、いずれも失敗に終わった。1635年、ヤンは外交施設としてウィーンを訪れた時、頼まれるままに神聖ローマ皇帝軍のフランス軍との戦闘に加わることになった。自分の指揮した部隊が打ちまかされた後、ヤンは1年間をウィーン宮廷で無意に過ごした。 翌1636年に共和国に戻ってきたヤンは、グルデンターン男爵夫人という女性と恋に落ちたが、彼女との結婚は兄に禁じられ、代償として兄にクールラント公国の統治者に据えられかけたが、この計画は共和国の最高権力機関である政務によって拒否された。国内で地位を得るのを阻まれたヤンは1638年、スペインに行って、 ポルトガル副王を務めることになったが、旅の途中で、フランス当局に捕獲され、フランス最デリシュリューするの命令で投獄された。2年後の1640年に、スモレンスク県知事、アレクサンデル・ゴシェフスキの外交努力で釈放されている。ヤン・マテイコによる、肖像が1641年。 イエズス会の修道士となることを決意したヤンは、翌1642年にプファルツノイブルク構成しフィリップ・ビルヘルムと結婚するため、ドイツに赴く妹アンナに付き添って、再び共和国を離れ、1643年にイエズス会に入ったが、兄が猛反対したことで、共和国と共和国との友好関係には、ひびが入ることになった。ヤンは、数奇教となったが、 1646年には、聖職者としての生活が肌に合わないことに気づき、共和国に帰った。1647年10月に、数奇教の地位を捨ててからは、ポーランドの国王自由選挙に立候補する準備を、はじめ、母方の親族であるハプスブルク家の援助を得ようと、考え、オーストリアの大公女との結婚を模索した。1648年、ヤンは、 着難のないまま放御した兄の王位を継ぐべく、国王選挙に立候補し、ボフダンフメリニツキーの率いるウクライナコサックの反乱軍が国内を荒らし回る中で国王に選出され、兄の未亡人ルドビーカ・マリア・ゴンザーガと結婚した。ヤンニ世の知性は、最初から共和国に近隣諸国が攻め込んでくる時期にあたっており、コサックの反乱は一時的に収束したものの、 1654年からはロシアに、翌1655年からはスウェーデンにそれぞれ攻め込まれたが、この二国との対立は、父と兄の野心的な対外政策への報復として起こったものだった。ポーランド領の大半をスウェーデン軍に占領されたヤン二世はシロンスクに亡命して、共和国内の貴族たちに抗戦を呼びかけていたが、 1660年のスウェーデンとの講和であるオリバ条約では、スウェーデン王位に対する要求を放棄することとなり、リボニアとトシリガがスウェーデンの主権下に入ることも認めた。また、ブランデンブルク選定校が両する共和国の報道、プロイセン公国が独立することも認めさせられている。スウェーデン軍を撃退すること、農民たちに平穏無事な生活を送らせること、 貴族たちの特権を尊重することを、ルブフにテカと、聖母マリアに誓うヤン二世、カジミエシュ、1655年ヤン二世は荒廃した、国家を再建すべく、動き、一部のマグナートの指示を受けて、王権強化政策を模索していった。王ヒルドビーカ・マリアの協力を得て、フランスのコ今月校、ルイ二世を、後継の国王に生前指名することが、国王の政策の主眼となったが、 1665年に、ポーランド野戦へ、トマンの家事、セバスティアン・リボミルスキがこれに反対して、反乱を起こしたことで実現しなかった。1667年のロシアとの講話である、アンドルソボ条約では、1648年以降、事実上の独立国家となっていた、ウクライナ・コサック国家に関して、サガン・ウクライナ地域の主権を奪われた。同年、 うつ病がちの国王を献身的に支えていたルドビーカ・カマリアンが亡くなり、ヤンギセイは国内でますます孤立した。1668年9月16日、ヤンギセイはポーランド・リトアニア共和国の王位を退き、かつて2年間の遊兵生活を送ったフランスに移住した。彼は再びイエズス会に戻り、ヌベールにある聖マルタン修道院の 修道院長として、予生を送り、1672年に63歳で、死去した。次の国王には、ミハウ・コリブとビシニョビエツキが、翌1669年に即位したが、わずか4年で没した後は、ヤン2世に取り立てられたポーランド軍司令官のヤン、ソビエスキが1674年に、ヤン3世として即位した。ヤン2世の2人の子供たちは幼くして亡くなり、 兄弟姉妹も全員彼より先に死んだ上、いずれも着出死を残さなかったため、彼は、ボナス・フォルザの、ひいてはその祖父ナポリオ・アルフォンソ2世紀の最後の直系子孫となった。このため、ブリエンヌ家の子孫が要求していたエルサレム王国の、王位請求者の地位は、タルモンとタラントの公爵で、登園に当たるフランス貴族、アンリ・ドラ・トレモイユに相続された。 黒いベレー帽をかぶり髭を生やした男の肖像、真珠で飾った帽子をこむる男の肖像バーサケのポーランド王たちの美術コレクションは大洪水時代の1650年代、ワルシャワで乱暴な略奪行為を働いたスウェーデン人とブランデンブルクのドイツ人によって強奪された。ただし、グイドレーニカクのエウロパの略奪のようないくつかの美術品は おぼーれに隠されて、難を逃れている。このコレクションの重要度を増したのは、ヤン二世による、オランダ絵画の熱心な収集と、ダニエル・シュルツに対する支援である。シュルツは、クリミアの将軍デデデシュの息子で、1663年の、ロシアとの戦争での父の先行への報奨として、ポーランド王室の鷹城に取り立てられた人物を描いたことで知られている。 国王のコレクションの大部分は、国情が落ち着きを取り戻した1660年代に収集されたもので、アムステルダムでの代理交渉人を、ヘンドリック・ファン・ユイレンブルフが、後にはその息子・ゲイリット・ファン・ユイレンブルフが務め、買い取られていたのは主に、オランダ絵画とレンブラントの作品であった。収集対象となった画家の中には、ピーテル・パウル・ルーウェンス、ヤーコブ・ヨルダーンス、グイドレーニ、 グエルチーノ、ブリューゲル、ヤコポ・バッサーノなどがいた。退位した際、ヤン2世は自分が所有する絵画作品の大半をフランスに持っていった。ワルシャワ王城に残されていたコレクションの残りは、大北方戦争の最中に略奪されたり、ザクセン選定校でもあった三代後のポーランドをアウグスト2世によって着服されたりした。後者の運命をたどった代表的な作品は、 レンブラントの黒いベレー帽をかぶりひげを生やした男の肖像と真珠で飾った帽子をこむる男の肖像などであり、両者は今日、ドイツ、ザクセン州のドレス伝国立美術館で見ることができる。ありがとうございます。